さあやっていきましょう、パワーフェス、はい、いきましょう。はい、前回までのパワーフェス24みたいな。チームから見ていきましょうか。はい、さあピッチャーがね、こうすごい飽和状態で、まあカーズショーが育ってんのよ、でクレバー、まあいいよね、で雲海、この辺もいいんだよ。で野球マンはレベル13でもマックスで出てるから、はい、即戦力として使えるけど、これマックスどうなんだみたいな、まあね、抜かれちゃうよね、みんなにね、育てがいもないしっていうので、ちょっと一応ね入れてる。でアバターはみんなもう誰枠か、いやこれは大島枠か、俺は早く切りたい。いやいや、牙は牙は和也枠、これ牙は育てば強くなると思う。育てる時間あんまないですけどね。レッド拓也枠ですね、レッドを育てたい、はい、で鈴本エース、はい、もうエース候補、はい、で大西は大西拓也枠ですね。拓也枠2個あるからどっちか切らない、はい、だとしたらもう大西、大西なんだ。いや大西もいいんだよな。まあまあこの辺はちょっと要素、まあ嬉しい悩みですね、うん、キャッチャー陸道、はい、陸道がキャッチャーねついてんのよ、ビータなんか。あ、そうだよね。いやいいですね、守備型ですね。ゴブ型悪いんだよね。ゴブはキャッチャーついてないけど、まあ全体的にまあ、機械としてデータが正キャッチャーなんのかな。強いなぁ、パワーもある。わ、データもキャッチャー B ついてんだったらデータなんのかな。結局はですかね。はい、で、ファーストがブーですね、はい、はいはい、ブーなんですけど、ブーだけなんですよ、今あの正、まあまあ、ファーストメインポジションがね、はい、これ理由があって後でまあ言いますけど、はい、はい、でセカンドがもう黒獣一択、いやここはもう硬いですね、はい、で小石川が、まあ、サブ、ね、守備固め、ここは最悪変わってもいいんですね、はい、サードが飽和状態なんです、はいはいはい、ここまあ福谷が一番いいかなっていう感じで、まあ、島田、福谷、ここですね。で才賀が育て枠、で東条をまあファーストの、まあ、使えるんだよ、ファーストなら補給もあるし、まあまあまあ、うん、ファーストに持ってっか、まあ、ファースト、うん、ファースト変えてもいいのかな、この打力はロマンありますよ、いい、ね、うん、だからそういう使い方するとしたらまあこんだけいてもいいですね、はい、でショートです、いやショート宝塚と森川、いいっすね、ショートがここに来て、ショートいいね、だこれだから宝塚を外野で使おうみたいな案が今、うわーそうか、いやーすごいな、全部守れるじゃん、最高ね、強いチームには絶対こういう選手いますから、そう考えたら森川だけになっちゃうな、ショート、あー変な感じになっちゃう、いやでもだから宝塚をもうサブショートとサブショート考えてもいい、森川が小正ショート、だって外野も別に少ないわけじゃないからさ、でも外野がさ、うん、3人揃えば森川、宝塚をショートでも使える、そうだね、まあそうですね、それでいいんじゃない、はい、で、外野ですね。外野が矢部君、セティ、うん。セティは育てたい。矢島。そうだよ、玉三郎いるじゃん。玉三郎いる。ただ、ここまで、まあ。ここまでです。そうか、ちょい薄いのか。そうなんです。だから、ね、外野、一人欲しいですね。一人欲しいね。サード、サイガーあたり削る。なんかちょっとパンチ力のある外野が一人ぐらい欲しいんですわ。ということで、見ていきましょう、全体マップ、右にヴァンガード、あ、いやだパンチ力ありそうだな、パンチ力あるガイアいるな、パンチ力しかなさそうだな、うん、この辺はどこ守るんだ、ナイト、そう、わかんないんで、全体だと、うわナイト、この辺ですよね、有名なライゴー、ライゴーね、これサードっぽいんだよな、いや、じゃあサードはもういるんじゃないか、社長、社長ね、社長もピッチャーかな、で須作もピッチャーですよね、ピッチャーもいいかなっていう、左行くと須作なんですけど、うん、まあちょっとね、この子がどこ、これ多分ショートです、いやショートか、で結構オールラウンダー系のショート、まあ強いです普通に、森川とかと被ってくる感じ、能力的に森川ぐらいかも、部長は、部長はキャッチャーか、部長はどこだ、あれ部長ピッチャー違う、これもね、サードとかあるんだよな、多分部長もピッチャーだっけ、どうでしたっけ、なんかピッチャー、それ上行ってみればね、分かるか、これがね、謎のかぐや城だ、これも強い人いるかもしれないし、ここ行ってみますか、まあ行けるんなら行きます、これ何なの、かぐや城って戻って右行きます、月にこんなとこあんの、ね、あるよ、月にかぐや城、えかっこいいな、うん、かっこいい、月にさ、城下町みたいなんだ、まあまあかっこいいっす、ね、刃でも会いたいでしょ、かぐや城、
あじゃない。いいっすね、行きたい。かぐや城へまず行きますか。うわ入りたいな。かっこいいね。すげえ、めっちゃ行きたい。行きましょう、洞窟的なことか。行きます。はい、来い。どんな感じ。はい、カーズ翔くん、中もちゃんと後ろでやす。やべくん、興奮しすぎ。月に後ろか。おかぐや、かわいい。かわいいね。私のパパの後ろよ。かぐや欲しい。一瞬カズヤだと思って。あなたたちの実力じゃここを通せない。確かパワーヘスチャレンジャーの勝ちっぷりは微妙だけど。どういうこと？馬数も足りない。次は馬数ね。馬数ね。はい、そこをクリアしていく。え、入れないってこと？ってことは馬数だから何回もやるとか、 あとはクリア数とか。なるほどね。かもしれない。じゃあ今シーズンはもういけない？いけないってことだ。終わり？炭になってるわ。うわぁ、うわ、行ったらどうなんの？またマップみたいになるのかな。マップがあるんでしょうね。で、そこでしか手に入んない。やば、うん、やば。じゃあここで負けたら次行きましょう、ね、次、はい、次また1から1からまあまあまあ、ね、じゃあバンガード、はい、バンガード行こう。なんだ、あ、フライキャッチ、フライキャッチャーできるか。ちょっと待って、299で止めるよ。いきなり高いですね。即戦力じゃん。確かにこれはいいぞ。絶対取ります。はい、僕からでいいですか。はい、はい、え、いいなぁ。ダイヤ問題を解決する。 L かな。 L か R、まあ、これはね最も簡単と言っても過言ではない。まあまあまあ、27,000なんだ。 L 早い。素晴らしい。おお、ナイキャー。でも7000ぐらいは出るから。俺ほら外野やってたし、7000ぐらい出さないとダメ。やっぱその目測はチャッパちゃんと。おお、いいよ。7000、7000出してほしい。7000台欲しいっすね。早い。あ、惜しい。あ、惜しい。惜しいな。レフト早い。早いですね。これはすごいわ。おお、来た。8300。じゃあ8000出しましょう。8000ね。はい、また8000って急に跳ね上がったな。ゼロ。やっぱゼロあるぞ。ゼロはやばい。ゼロやばいな。確実に取ろう。はい、危ね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 、ギリギリだ。意外とギリ。よっしゃ。どうなるんだ。ちょっとこれじゃあ入れ替えも見よう。能力見たい。うん、バンガード。バンガード。いいっすね。守備とかやばいのか。うわーい。やば。めっちゃ強い。ちょっと三角。レベル1で。あ、これからつくのかな、パワーヒッターとかは。あ、もうやばいわ。即戦力。もう4番じゃん。4番だ。4番っすね。どうする、サードを削って入れ、一旦入れとくか。サイガー、うわ、完全サイガーの上位互換だね。上位互換ではないですけど、まあ。だって F、外野を削っちゃうかね。外野4人だから。サードか。まあでも、それならセッティでしたっけ。セッティは育てたい。となると、最後だ、矢部くん。矢部くん削れないです。削れないんかい。これ入れときたいね。八島はね、ちょっと一番バッターっぽいですし。最後使わないよ。最後ね、福本もいるし。まあそうっすね。最後いいか。登場もいるし。最後ダメか。まあサードいっぱいいますもんね、うん、いや、これはいい補強。はい、このマネージャーも欲しいけど3だな。マネージャーやっぱ2周目、もう3、4周目にならないと取れないね。うん、コリス、かわいいコリスちゃん。あ、お、これある。お、ファーストだ。あ、ファーストいいっすね。え、あ、投手ならいいか。もったいないな。ファースト欲しいね。ファースト欲しい。確かにあそこ触るの最初もったいなかったかな。まあまあまあ、でもいいか。うん、ファースト1人しかないです今。ブしか、ブしかいない。で、東条、
最悪五分も削るか。五分。五分もね。キャッチャー二人でいいのか。うん。そうですね。使わなそう五分は。じゃあ上行きます。184だな。今後かな。10球勝負だ。まあ、サクッと抑えてもらって。いやもうここカズショウ鬼強でしょ。うん。絶対打たれないですよ。そうだ、カズショウ強いね。ないと。あ、そうだ。まあでもパワー S になるんだ。もう総力 G なんだな。でもさ、代打のあれとしていいよね。かっこいいですね、なんか。へえ。しかも結構いろいろ守備位置守れた、守れるっぽい。外野、内外野、保守もできる。おい、一巡目あれなんじゃない？振らないんだ。きっと。ああ、で、ここから振り出す。ここから全部決まって。あ、ここまでは振らない。まだ20点。あ、まだ見えてる。あれ？もうでも振らないとそろそろ。マスク取れ！そんなんだったら見えないならさ。見えてないんだ。アフター。カズショ強。カズショ。カズショ強。カズショ横に曲がる変化いらないですか？まあ欲しいっちゃ欲しいよね。逆方向とか、うん、余裕あったらね。ナイトメイル、ナイトメイル、あの能力になるってことだ。いやでもね、そう、ああまあな、でも総力 G か。主砲はいっぱいいるんですよ、正直。そうなんだよね。今んとこブノが使えるね。僕はいらないかなと思いますけど、正直。まあまあいろいろ。ナイトメイル入ります。五分切ってんじゃん。五分を切る。五分もどっか、五分だって外野できますよ。あ、どこできるんだこれ。ショートセカンド、セカンド、ショートセカンド。ちなみにそのどんぐらいのレベルでできる。あ、悪くないけどな。なんかそれなら僕ナイトメールいらないと思いますけど。確かにナイトメール S になるよ。バンガーとかも S になりますよ。さあ、とどうせ使わないか。クヤとかも。でもムードいいよ。めっちゃボケたりするよ。さあ行こうって。野球選手のあるけど。それ何すんの？そう、あのヌートバーの。ヌートバー。知らん知らん。あのかっこえがけ。いいよ、じゃあもうブー一択になっちゃうね。でもあとあれか。登場。登場。まあいいか、じゃあなしで。ナイト、やめよう。うん、まあうん、確かに悩むぐらいだったらもうちょっとね、ないかもしれない。なんかミートもあるとかだったらね。カミラミサ、カミラミサ、おお、かわいいね。こういう子強そうだよね、多分。強そう。マネージャーになったらなんかドラキュラっぽい感じ。なんかね、なんかもっとチート級のマネージャーとかね、きっとね、あんたもね、前の作品とかあったよね、うん、言ったよね。はいはいはい、いました。あ、前に進みましょう。あ、これ一応見ようよ。あ、なるほど。はい、アラシマル、アラシマル、シロ星に結構強かった気しますけど。ああ、まあでも、まあ育てばね。レッドと交換。はい、オッケーです。いや、止めないんだ。いや、ちょっと待って。はい、レッド見せて。レッドのがいいな。どう考えたもん。レッドのがいいね。伸びあるのいいよ、ね。うん、でもまあパワー打てるしね。じゃあもう虫の息だよ。レッド？だったら大西のが先かな。やばい、来た。あ、ライゴ？うわ、サードだ。ちょっと社長もサードだ。キャッチだ。社長もサードか。うん、え？で部長がピッチャーだ。249。あ、外野も守れる。お、あ、じゃあ一回ちょっととりあえずね、いいね。よし、フライならいけるかも。7000点台ね。僕でも外野やったことないんで、ちょっと。これ、ないの？はい。え？いや、人生、あの、僕、実際に。ないの？実際にないの？ないっすね。草野球とか？草野球で前、タチさんやった時外野だったもん。いや。え、人生で外野やったことない人なんている？いるよ。いるよ。絶対に。2000か、7000か、はい。外野って、
外野って気持ちいいんだよね。なんか気持ちいいけどさ、なんかさ、もう最後のあれどこでした？ L、L、L、あー、あー、あー、 L か、やべやべ、こっちか R をしちゃった。ピョンって飛んでた。いいよ、あー、ダメだ、すいません、大丈夫です。まあまあまあ、1球さっき俺も0点でも大丈夫、余裕だったから。バンバンのセンター、おい、ナイス。あれでも間に合うか、間に合う、間に合う、今のやってきた。はい、ライト、もう決めたいんだよな、ここ。あ、オッケーオッケー、おーし、緊張感あるぞ。5000か、7000ってすごいっすね、めっちゃ7000すごい、7000やば、7000すごいよね。そう、もうこの辺で決めてたもんね。無理か、あ、やばい、あと2球、あと2球、絶対取ります、取ればいい。いいかも、ね、あと1球、あと1球うわー、危ねー、危ねー、危ねー、怖かった急にイップスになって怖かった。よしよしよし、大島がイップスになって、危ねー、危ねー、怖かったねさあ、どうだ、やばいんじゃない、やばそう、うわー、いいねー、同じような感じで来るな。でも肩がいいのはいいね。さあ、ここなんですよ。なるほどね。F か。ガイアはさすがにちょっと厳しい。ガイアやらせません？無理くり。いやー、本当？もう無理くりやらせ、どうします？でも入れる場所はガイアしかないですよね。まあ、あとはまあ代打になっちゃうか、うん。でもこれを削るって結構な決断ですよね。まずじゃあ福屋削れないでしょ？絶対削れない、うん、で、島田も削れないね、まあ、これは支柱だよ、まあ、支柱ですね。まあ、サイガ入れた分五分とかサイガを抜いたから、うん、ちなみにもう、あの宝塚もセカンドできんすよ。このできるじゃないですか、普通に、うん、このこいつは小石川、はい、使います。だっていや、まあまあ小石川はまあ当落線上にいるよ。結局ライゴも外野できるし、なんかこのなんかで、しかも国樹は絶対使うでしょ。国樹は絶対使う、まあ、よっぽど絶不調。五分はもったいないので、五分もセカンドできるんですよ。最悪、でも最悪も最悪でしょ、それ。でも短期だよ、まあまあ、あとはいないの。登場は欲しいもんね、大西。ピッチャーを削るってこと？まあ、ピッチャー今1,2,3,4,5,6,7,8,9。小石川みたいのはいてもいいような気もするんだよな。小石川とあの上の森川、ね、あの守備固めとして、ね、俺だったら、俺だったら5分。僕セティ、セティ、なんで五分いいの？五分はいろんなポジション守れるからです。で、割と D だし、ショートも。でもさ、それいいのやつにいろんなとこ守らせてもだったらまあまあ、ほら、絶対使わないってことですね。小石川とかが守った方がいろんなとこ、セティは可愛くなるよ。可愛くなる、アイドルの卵みたいな感覚で。可愛くなれる。じゃあ五分っすか。まあいい、五分か、まあ小石川もう一回見して。まあ小石川はまあなんか2番っぽい、なんかいいよね、セカンドっぽい感じですよね。セカンドショートも守れる。なるほど、じゃあ五分にしますか。まあライゴーは欲しいですもんね、うん、入れた方がいいもんな、どう考えても。 OK、 じゃあいいっすよ、五分でいきましょう。ありがとう。はい、これでありがとう、確定、ありがとうね、ごめんよ、五分、五分ありがとう、ここまでありがとう。で、46もある。部長行く、部長行く、そうだ、46もある。じゃあ、はい、部長行くよ。はい、
ボールドボンダー、あのあれか。26ならまあまあ強いな。あのマスに入れる。あれ俺やったことねえわ。大丈夫かな。やっときましょう。でもムービングツーシーム、ツーシームで OK。今のムービングでよく通信だと。いやいや、同じとこかなと思って。練習確定した。変化球の方がポイントは高い。おぉ。緊張するね、これ。これ何であったっけ？ DS じゃなくて、DS とかもあった。なんかパワープロくんとかであったよ。あった。ゲームボーイ？へー、それでやったことないですよ。パワープロくんポケットとか。あ、そうだね、あったか、やったっけ？めっちゃやってたよね、こういうの。いやー、でもやったか。え、一番何でやってたの？いや、そうだと思う。パワープロくんポケットとか、ゲームボーイアドバンスとか。あー、でやってたね。めっちゃ好きだと思う、こういうの。あと動く枠とか出てくる。ああ、まあそれでもプレステとかでもありましたけど、ね。あったか。ありましたありました。そカーブで入れるとか。ありましたありました。やってた。投げない。オッケー、危ねえ、怖え。さあ部長の投手能力もこれでまた変わってるかも、来るかもしれないな。これ即戦力。当落戦のやつがちょっと。脅かされるか。うわぁ、ちょっと強い。これは脅かされるなぁ、大西が。いや、いいピッチャーですよ。部長、能力みたいです、部長の。もうないと。逆にないのはいいよね、だから。ただ、いいですね、2、2、4で、普通に使いやすそう。大西か、まあ、大西見てるか。大西とレッドだったら、俺はレッドをプロテクトしたいかな。ストレートの安定はコントロールな。そうなんだよね。左投げサウスポーっていうところ、まあ大西はいいんですけどね、なんか、うん、いや、ここむず。そういう感覚で見て、見て左ピッチャーどんぐらいいる。クレバ、あ、そっか、クレバとかも左、これも、キバも左、キバも左、あとは右かな。じゃあ同じぐらいいる。左2枚いる。くれる。なるほど。野球マンでもいいよ。え？でも本当に困った時にすげえ助かる。本当好きだよね、アバターとか野球マンとか。いや、アバターは俺別に消していいんだけど。いや、だって正直だってもう結構終盤なんで、うん、こっからレベル上がるよりも試合の戦力、即戦力はいた方がいいと思うんですよ。じゃあ大西。なんか大西か。大西は使わないもんね。大西使えないね。だったら、いやでも育てる枠としても欲しいんだったら、やっぱどっちかってなるじゃん。ここから部長も育つんだよ。鈴本とかレッドとか育てるじゃん。クレバとか。そうですね。そう考えたら大西。大西だね。でいいか。うん、そうですね。大西ごめん。はい。ちょっとこれだからコントロールがこれでよかったら切らなかったけど。うん、確かに G はきついっす、ね。育っても。球も部長の方が断然早いもんな。にします。はい、はい、次どうする？だからまだいける。これあれを見に行くけんじゃん。あの青い髪。青髪見に行ってみます。左から回っていっちゃう。虹谷かわいい。あれ虹谷っているよね、あのピッチャー。ああ、妹とかなんか。妹とか。あ、虹谷いるわ。なるほど。あと1で取れる。これサードだ。さあ。終了。ガイアもできると。いらないけど。オーダー。どうする？サード、うん。サードはいらないね。うん、でももしかしたら。でも大島好きなんで、いろんなとこ守れる。そう好きなんだよ。一旦見たいでしょ。いやそう。ガイアが同じレベルで守れたら僕は入れてもいい。本当にさ。結局オールラウンダー大好き。カズヤこれやっとかなきゃ。あ、カズヤやっとかなきゃダメ。練習。ああ。厳しくない？厳しくない？ねえ、いや初動初動厳しくない？だって取れないよあんなの。はい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 、いいですよ。あと半分膨らむ癖ある。
強いですよ。ちょっと待って、もうちょっと裏に走っていかないと。あ、なるほど。危ねっ。お、これで一気に。おっしゃ、おお、よく取った。オーダーマイト強そうですけどね。うん、星4、星4だ。いらないっすね。一応ガイアの。あ、いらないか。いらない。ちょっと目つき悪い。しかもサーブだった。あれピッチャー見せてください。ええ、何これ。え、何これ。ピッチャーいい。ピッチャーとしていいね。でもピッチャーとして登録されてないから。何これ、使えないでしょ。使えるは使えるのか。使えるは使えると思う。でも使わないです。わざわざ使わないか。いやでもいいじゃん、レッドでいい。ピッチャーが異様にピッチャーとしていいっていう謎の。はい、オーダーマイト。はい、大島枠青髪。これちょっと気になる。192か。まあ一応いろんなとこを守れる青髪や大島枠。はい、はい、ここもできたっぽいですか。まだわかんないかも。まあでも外野と内野守れる。あ、外野もついてました。うん、あ、外野もいける。じゃあ大島枠できる。はい、これもうなんか無理ギリギリっすね、マジ。あ、これは無理だ、無理だよ、ね、無理、ね、無理なのもあるのかな。動いとかないといけないってこと。ナイス。え、さっきの絶対無理だな、確かに。強い。いや、無理じゃん。無理だよね。絶対無理じゃん。できんの本当に。うわー、これ今のはまずい。やばいやばいやばい。いやー、裏に走ってないと。これじゃ間に合わないし、ダイビングキャッチ。ダイビングキャッチのみ。あー、おしまーく、おしまーく逃した。おむず、ちょっと待って、これ何これ。むずいでしょ。おしまーく逃したよ。むずいんだよ。むずいって。よくいけましたね。絶対無理な打球あるじゃん、だって大島枠ってなんだよ。ちょっと待ってくださいよ。え、こうなったらもうスザクとかも行くってことですよね。いや、行っていいよ、大島やっていいよ、そのまま。あ、これかわいいな、 NCM、うん、なんかこれマネージャーの。なずみって言うんだ。あ、なごみか。なごみちゃん753。仲間にしたい。試合か、試合か。あ、248。あ、外野守るな、大島枠だ。大島はすごいんだ。スザク何席。すぐさ、他のポジション行けるやつ欲しがる。カードショーでいいっすね。まあ一応。あ、いいね。調子いいのがいいね、やっぱね。ちょっと八島一番で使いたい、僕。東条ファーストで使う？使いたいっすね。うわ、めっちゃいいじゃん。で、ちょっとここ福屋にしたいっす。福屋行く。一応、お披露目というか。考えたら、あ、いい。福屋をさ、こう使うんだったら、ライフをいらないってなってくる。めっちゃ強いな。めっちゃ強い、いいチームだね、なんか。そうなったらやっぱ宝塚、まあいいか、一旦。八島をどこを宝塚にするかってことだね。なるほど。セティ。まだ不調だからいいか、八島で一旦。これでよし、行きます。セティは育てるか。可愛くなるかも。何の可愛くなる。可愛くなるってなんですか。可愛いは作れる。キャンメイク東京。よし、スザクは取るぞ。まさにこれから注目のゲームが始まろうとしています。はい、強敵を前にしてもひるむことはできません。これ見る。一塁側チャレンジャー、かっこいい。これ相手だからスザクのチームってことです。あ、いいね。どれも隙のない完璧なチーム。ワンマンチームだ。おお、ザ・ワンマンチームだね。強そうだよ。さあ、パワフェスチャレンジャーズ対詩人交流高校、ここで有望選手を獲得していけるか。スザクと詩人交流高校。スザクとサイが似てるんだ。サイが似てる。あ、似てるわ。そうそう、さあ、注目のゲームが始まります。1番バッターが打席に入ります。校長のカードしか打てない。初球を打った。ガンガードセンター。ガンガードセンターそれは違うね、なんか玉三郎とかもありそうですここでバッターボックスは西野。さあ初球通信持ってるんでいいんだよね。そうですね。ちょっと動かしてくれるっていう。
ストレートじゃない。ピンロー決まってストライク。さあ勝負してくるのか。打った。ボテボテの当たりは。いい。もしもし。お、いいね。ツーシームいいね。これも一点取ります。さあ自らをカード。どういうピッチャーか見とこうぜ。はい。おお、三人。おお。257キロ。こういうピッチャーになるととか。外れた。ボール。カウントワン。まっすぐ。いやちょっと変化量は少ないね。そうですね。あんまりいらないか。まあ、早いっすよ、ね、ちょっとトルネードだね。確かにトルネード投法かっこいい、かっこいいわ。投げました。うわ、追い込まれています。さあ次は何で来るか。まっすぐでいく。うわ、ボールかー、早いな。トマサボー、はい、このシュートまあまあ、うん、左打者打ちにくいっすわ。第2球を投げた。ナイス、ナイス。さあ、でこっから俊足が出たよ。黒人中華、よし、パーフェクト出た。素晴らしい。もういいよ。46盗塁目、まあ、大谷だ。フィフティフィフティ狙って。あ、くそ、ボールだったか今。入ってるか。よし、よし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 、オッケー。ボールが点々と転がっている。中継。オッケー。素晴らしい。まずは1点先制。いいよ。で、来た。狙う。さあ1球目投げます。直球。まだ。さあ次の球。これは見送ってボール。よっしゃ、おー、来た。行ったんじゃない、行け。デビュー戦、おー、ヴァンガード、デビュー戦ツーラン。いや、ヴァンガード服やヴァンガードやば、やばいね。もう多分終わるんじゃない、分かんない。主人交流、あとワンアウト。迎える3回です。そしてバッターはイーノ。内角低めストライク。さあ次の球、ハーディショー、カズショー由伸、名前はなんか普通にもう先発任してもいいぐらいの。そうだね、うん、なんならこのね、あ、もう終わりだった、もうそのまま。さあ、さあいいよ、取るかどうか。そうですね、まあまだ、いや、どうなんだ、スザクだもんね、玄武だった。名前で取らないですよ、玄武だった。同じのスザクはね、はい、ちょっとわかんない、スザクだ。さあどうか見てみよう。玄武ポコサブローだった。玉サブローに近い。ああちょっとか、さすがにか、まあ、レベル1っていうところ、ね、ちょっとあれも見て、バッターとしてるの、ね、あーあーダメだな。なんで248なんだ。なんで248もあるんですかね。あ、まあ玉の速さとあれもあるんじゃない、肩に。なるほど、まあいらないか、ちょっと今、いや、いらないね。はい、うん、オッケーです。部長とかと比べたら部長の方がいいもんね。そうですね、使わないでしょうね。オッケー。さあじゃあ戻りますか。はい、あの子見てく、一応。あ、入れるな。まあそうですね、余裕ありますもんね。199だ、いらなそう。いいか、じゃあ。はい、いらないです。じゃあ行くよ、上。はい、オッケー。あ、上行けない。あ、そうなんだ、しまった。まあ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 、あー、まあまあ、あー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 そっか、じゃああれだったね、一回、あ、でも戻されちゃうのか。はい、社長か、社長、社長サードなんだもんな、実況勝負だ、一応見とこう。はい、社長は強いでしょ、イメージヴァンガードみたいなね、そう、能力持ってそうだよね。うわ、社長足も速い、髪邪魔だな。そうっすね、え、足本当だ、速い。 B ってすごいっすね、この感じで。あ、おお、まっすぐ多め、ナイス。 B とちっちゃいな、打ちにくそう。あっ、おお、ちゃんと打ってくる社長、さすが、さすが社長。まっすぐ打ってくるんですよ。通信も出そう。ああ、まずいまずい。これでツーベースとかならもう終わりだ。
ナイス。あと4球。ナイス。この球打たれづらい。今から通信。もう、タンダでも終わりだ。はい、あるよ。社長。見たいなどすだらみたいな能力大丈夫だ大丈夫、大丈夫、大丈夫です。打たれなきゃいいですから。これ打たれない、うん、逆に言うと、もう外してもいいぐらい。何それ謎の理論出た。振らせるってこと。もうスクリューに頼っちゃった。危ねえ、危ねえ。勝っちゃいいのか。スクリュー頼みの。勝っちゃいいの。危ねえ、こいつ。なんだ、全球使って。あー、でも嫌いじゃないな、俺の。器用っすね、うん。まあ、でもサードだもんな。もう一つ目。なんでサードなんだよ。サードのみ。サードだとしたら、もうライゴーと比べる感じだよ。ライゴーと比べてみて。ライゴーかなー。ライゴーっすね。ライゴーだね。福屋は。いや、福屋はいいと思う。D だし、はい、D、B はで、弾道3、社長なんか弾道2なんすよ、まだ。福屋とライゴで比べていいと思う、うん、じゃあ、どっちか。他も守れるし、ライゴかな。外野もね、一応守れるか。外しよう、はい、社長。社長で、はい、で、これ、これ右は、これがね、右がね、ボスってなってるんですよ。多分上が最後のあれだよね。右から行っていいの？右から行っていいのか。右から行くしかないでしょ。これ行くよ、はい、多分セイン何が出てくるの。セイヤ的なそういうやつ。ゴールドクロスもないんじゃない。これちなみに多分だけど、うん、持ち物でこれ、これ持ってるからなんだよ。なるほど。だからたまたま出たのよ。隠しボスってことか。隠しボスなんだよ多分。そういうこと。能力上げときます。じゃあ上げようか。本当だ。上げれるのかな。上げれる。上げれるわ。めっちゃ上げれるじゃん。あ、めっちゃでもないか。急速ぐらい上げらんないよ。まあ、コントロール多分 C にできる可能性ある。うん。こっちの方がいいか。C にしても意味ないか。筋肉取ってきますよ。C にする意味ないのか。カード150キロかね。150キロ。でも C にして300。うん。じゃあこれでいい。あ、OK です。OK です。これにしとこう。うん。なんかつけてコツがあるのがいい。あ、でもさ、こういうのつけていいんじゃん。筋力もったいなくない。後でにするか。はい、よし、じゃあこれで、うん、うわぁ、ちょっと待って、なんか使えるものない。それ試合になったら使えるんじゃないですか、その辺のもの。そうか、はい、よし、じゃあいきます。気になったので来てみたけど、なんだろう、ここ月でやんすから、そろそろ月の女神にも登場するでやんすかね。こんな雰囲気の場所に女神様なんていないだろう。あ、パールちゃん。ウサギとか女神とかロマンチストなんですね、矢部さんって、うん。男はロマンの生き物でやんす。麗しの女神は美しい月光を背負いながら、おいらの訪れを待っているに違いないでやんす。長い間月で恋人を待つ女神、たまらないでやんすね。一人で盛り上がってるな。でも月の女神が本当にいるとしたら、そうそう、こんな風に金色に光ってて、ちゃう。もうラスボス。なるみ、お前はなるみ。なるみ。オメガなるみ言うと。なるみって誰だっけ。何急に。暴力を渡せ。ホストみたいなやつ出てきた。なるみくんって誰の。なるみくんって誰。やったことある。いや、ないよね。出てた、なるみくん。なるみだ。三度目の正直。かっこいい。なるみ使えるようになるってこと。いや、どうなんだろう。使えないか。でもまあ行くしかないか。これで行くよ、もう。最後のボス感強くない。能力は、あ、持ち物なんか使えます。ここで筋力は特権ない。あ、でも筋力上げていいんじゃないですか。2個あるから。使うか、カーズショーに使うか。あ、そういうことか。あ、そういうことか。なるほど、なるほど。じゃあいいか。マジやっていい。よし、やろう。
わっわっ、でかい。あ、これだね。パワーヒッターにつくよ。でかいでかい、でかい。味方にパワーヒッター。いや、これ内野安打もつくし。よし、これにしよう、うん、いいぞ。いいね。さあ、さあ、これ大事。このあともう一試合あるから、うん、あ、でもミートとこれ長打一回使うっていうのは、あ、あり、2個ずつある、うん、ね、いいよ、OK、そうしよう。これありよ、めちゃくちゃある、これでいこう。はい、ホームラン攻撃陣なんだ、よかった。うわ、すごっ。カズショーだ、カズショー、うわ、他やばい。カズショーっすね。カズショー、まあ、野球マン1号が使えるから即戦力、うん、ああ、まあまあそうっすね、カズショーでいって、うん、さあ、東条を出しとくか。まずファーストサードを島田にする。あ、福谷、うわ、福谷でもいい気するな。ホームラン出やすいし、はい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 、福谷バンガード、福谷いいね、うん、で、バンガードをあのレフトとか八島と変えるか、玉三郎でいいか。うちも別に肩は普通、玉三郎の方が、玉三郎のセカンド、国樹か小石か。国樹かな。樹か、宝塚が意外と出せないっていう。そうだね、まあ、CDB、うん、八島でもいいもんな。あ、玉三郎1番、八島に2番、うん、3番国樹、強い、いいね。ここいいっすね、クリーンアップ。うわ、デートいい、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい、勝てる。よし、これでいこう、勝てる勝てる勝てる、勝てなかった、嘘だよ。この打順でいい、うん、はい、いいと思います。代打も豊富にいます。よっしゃ、行こう。あいつはピッチャーかな。ちょっとこれで見よう。ピッチャー多いっすよね。なんか球を投げれるかみたいな。あいつら欲しい、逆にあいつら欲しいよ。いいね、来た、カーズショー、よしの。なんだカーズショー全部乗せ。いや、 CC やりますからね。いや、普通にいいピッチャー。はい、オクト、強いな、強いね。切り込み隊長、最初はツーシームで。金徳切り込み隊長いいね。切り込まれてる。あ、何、なんで、あぶねー。どうした、カトル、オクト、うわー、すごい、すごいな、すごい、セオリー通りに野球してる。芸術流し、めっちゃ金徳ついてる、ね、いやー、そう、もう今のもやっときゃよかった。まあ、早球いいですけどね。ナイス、大事に大事に行こう。そうだね、ツーシーム1球外すか。あ、はい、オッケーオッケー、ナイスです。あそこはあ、そうだ、クイックだから。うわー、選球眼、これで入れよう。この球一緒だよな。よし、この球3、うわ、いい、シール、ナイス、低めのコントロールがいいと。ちょっと今までと桁違うぐらい強いなんか急にアーチストなんかね、何これ、めやばいよね、みんな金徳ついてる。いやー、しょうがないです、これはきつい。まあ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 、いくいく、早い、打てばいい、打てばいい。玉三郎のボールまで行く、もう早い、うん、来た、こいつね、オメガ。うわ、これはちょっと、うん、積極だちょっと不良意だったな、うんうん、まあまあまあ、でも大丈夫、まあ、いや、今のごめん、飲み込まれた、今の勝手に投げ始めちゃった。点取りましょう。はい。うわ。ストレート、ストレート狙い目。
精密機械だったら出頭はないって思うけど、コントローラーに、うわー、これ無理だわ。ランブルフォークオメガは終末を現す。捨てか、ランブルフォーク捨て、まっすぐ、あ、やべ、当たっちた。ヤシマの足なら、よっしゃ、ヤシマの足ナイス。何そう、ドブ、なんかね、硬い上手ですよね。あー、硬いなー、刺されるね。もう球形の頭脳ついてる。何それ、早球もついてるし、これ通り無理だな。それは捨て、それは捨て、いいっすよ、ここです。おい、まあ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 大丈夫、これでストレート狙い、ここね、オッケー、どうだ、ダメか、あーごめん、いやー、まあまあ一回な、はい、ごめん、頼む、ちょっとずつ行こう。おお、登場ホームラン打った、登場ありがてー、でかー、ありがたいことなんで、カーブ、こいつ腹立つわ。大丈夫大丈夫、謎のカーブ攻め、全カーブ、カーブでしょ、これは持ちないな、入らないもんね、おい、こいつやばいな、うわすげえ、半分以上落ちろ、カーブでしょ、なんだ、もう動けない、進めないね、くそー、いける、いや玉サブ、ボールか、カットボール、うん、フォークだろ、じゃあもうフォーク狙う、やばっ、これは強いわ、打てないわ、強っ、やばい、なかなかね、工場マジありがとう、結構まんべんなく投げてくるんだよな、高めだったらフォークの確率高いのか、カットボールストレート狙いで待つ、ね、うん、そうね、変化量にしてなるほど、うわー、今の打てるもん、なるほどね、まあ言ってんなら、工場、工場だ、これはもう捨てだね、絶対打てない、あ、ねえ、いや、そこフォークだと思うもんな、でもうわ、フォークはエフェクトかかるから、それで判断するしかない、結構早くないですか、あのフォーク、そんなに怯えるの、うわー、これはちょっと待ってオッケーオッケー、変化量の少ないカットボールかストレートを打つ、これは大丈夫、これぞ究極の球だ、振らない振らない振らない、もったいない、入れてくるよね、そうなんだよ、大丈夫、1本打てばいいだけだ、はい、はい、これは振らない、ストレート狙います、振らない振らない、オッケー、ナイス、あー、ここだよそうなんだよ、ストレート狙ってたのにナイスナイス、でもワンスリース、ワンスリース、急見るか、はい、ルカンパ、もう一戦、オッケー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 、これも作戦だ、あー、まあでも帰れないよな、うわ、今の狙い目だったな、うわ、惜しい惜しい、しょうがない、いやー、よしよし、点取られないでくれた、ありがとう、
ついな。せーのー大げさでね。カットか、まっすぐ。うわー今の打たないと。くそ、絞ってるのにな。おい、ナイスセン。まあ今のはしょうがないな。いやでもナイストライ。いやーくっそここ結構曲がるんだよな。これ打とう。あくそ。ありだね。うわーカーブか。よしよし。これぐらい曲がる。うわあ！もういいよ。やば。まっすぐ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 。そうだよね。打てなかったことを恥じるな。おお！素晴らしい。ナイス！素晴らしい。よくついてった。かっこいいそのホームラン。よしよしよし。連続いこう。はい。さすがだな。そこ外から入るカーブを狙っていいかも、うん、よし、うん、うん、大丈夫まっすぐ狙う。よっしゃ、いけいけ、あ無理かー、いやいったと思った惜しい惜しい、ナイスナイスナイス、すごいすごい、でもよく打った、うん、さあ取られんなよ取られんなよ、あピッチャーでもツーアウト、わあ疲れてきてる、まだでもいける、まあこのピッ、まあ変えてもいい、まあ、無警戒だったな、変える、変えてもいい気もするけど、変えるか、あ間違えた、あ間違えた、でどう、あ野球マン、一応特殊能力見てもらっていいですか、本気マリンボール打たれなす、打たれづらそうっすけどね、うん、結構カーズショー疲れてるし、行ってみよう、もう総力戦で行こう、はい、もう調子悪くても全部ピッチャー出すぐらいのつもりで、はい、かっこいい、いいね、野球マン1号、よし、初見マリンボール打てないでしょ、いけるね、うん、大丈夫、すごい、すごいね、いや大丈夫です大丈夫です、大丈夫、おお真っそこを狙った、いやこいつ打力ない、パワーない、ナイス、やばい、しょうがない、しょうがない不用意に今もうちょっとコーナー攻めようと思ったら変なとこ行ってた、お、でもチャンスですよ、 OK 打つ、宝玉の力は本物だ、これで全てを、お、ナイスボール、はいはいはい、うわー今の行きたかった、ナイスね、うん、ナイス、いい、ナイス、カット、ナイスナイス、カット打法、うわー惜しいっす、惜しいっす、惜しいっす、これ変えましょう、え、変える、もう変えてください、そうそう、総力戦でいく、はい、こっち確かに代打系いっぱいいるもん、島田か、島田でいくか、くでてら、うわこの球ならば勝てる、せんせや、まあ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 、最悪
鈴本投げて、おっ1点取った、ナイス、ありがとう、ありがとう、でかいでかい、ホームラン欲しいな、頼む、相手も疲れてます、相手も、我も人なり彼も人なり、ちょっと落ちてるな、変化量。見ればよかった。もったいね、今の。大丈夫、大丈夫。3点差ならまだいくよ。うわぁ。むずい。ホワイトも変化ある。ゼロになる、ゼロになるぞ、スタミナが。うわっ、スタミナゼロになった、多分もうヘロヘロ、いや落ちるよ、でもよし、ナイス、あー、マジかー、最終回変わってる、よしよしよし、頼む、なんか弱い、アインス、いいし、まっすぐ、まっすぐでいいっす、どうも、マジボケ、怪物球威、なんかまっすぐ押してくるやつみたいな、ナイス、うわ、取るんだ、ホームラン狙った方がいい、いやー、どっちもいいよ、そう、いつ、まあクリーンアップもありますもんね、うん、うん、はいはい、おお、ナイス、すごい、よく打った今の、ナイス玉三郎、これ変えてもいいっすよ、あれだったらなんか打てそう、なるほどね、はい、どうせ外野守れるやついるんで、雷郷とか、いいね、雷郷とかでちょっと狙っていくわ、はい、そう、うわー、ちょっと口の中に、はい、いいよ、まあ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 、大丈夫です、大丈夫です、まだまだ、ここから3番4番パキじゃないんだよ最後バット折れてパキじゃないの何最後最後最後の負け方、マジかよ、えこれ終わり、え、終わりじゃないでしょ、終わりじゃないですよね、取れなかったってこと、取れなかったってことでしょ、そうですよね、さすがにボス、隠しボスだから関係ないですよね、メインとは、はい、オッケーオッケー、お、いいね、うん、これこれ別にいらないか、うん、あ、いいよ、さ、クロスファイヤー覚えたいね、よしよしよし、めっちゃ上がってる、あ、いいね、ナイス、オッケーオッケー、つまらんな、終わりだった、カズショーがここで終わった、いや、それならボスで負けたかった、ごめんよ、確かにね、そうか、くそ、終わりなのか、しきしょー、なるほど、悔しい、マイバット、いやでもあれあれ強かったな、正直打てる気しなかったもん、
強っ。それでいいのかい。カズカード勝利しのぶ、カズ勝利しのぶになりました。嫌な顔してんな。能力一応上げてみよう。そうだ、変化球、早まっすぐ、まあ、150キロ、うん、変化球上げたいね。お、横覚えれる。でも1か1ならまあ1になっちゃう。だったらなんかスプリットとか上げた方がいいかも。カーズショーの代名詞上げる、スクリュー、そうね、ドンと落ちるスクリュー、うん、なんかクロスファイヤーみたいなありませんでした、コツ。これつけたいな、タイプ1。クロスファイヤーは。あった。これいいじゃないですか。これもいいよね。うん、印象もったいな。ああ、この辺投資とかつけてもいい。投資とかもつけてもいいですね。根性と投資つける。いいね、うん、なんか気持ちの問題。カイマタギ、カイマタギもいける。カイマタギでも先発にしちゃったから。あ、なるほど。あ、これいいね、タイラー、うんうん、ピンチで、まああと、あ、スタミナ、急速上がんない、スタミナ超上げれるんじゃないですか、これ。確かに、うん、スタミナ上げよう。先発、あ、いい、A にいける。あ、いい、あ、これでいこう、うん、はい、先発っぽい。 OK、カズショー、はい。うわ、あ、いいかい。あ、強い。417まで上がった。まあでもほら、はい、これが終わりじゃないから。そうそうそう。まあレベル上がりましたしね。これを積み重ねて、いろんな仲間たちがレベル上がったっていうのも含めて、ね、さらに上を目指す。だ、前回後半に取った福屋とか、うん、あの辺も、そうだね。ちょっとレベル上げて。はい。っていうことで、はい、行きましょう。もう一周か。もう一周できる、やったぜ。確かにそういう喜び、はい、うん、育てれるっていうね。そうね、はい、最後のボスもね、見に行こう、はい、でも隠しボス出るアイテム取らなければね、もう、いやいやいや、取ったら行くよ。あいつ倒すよ。まあ、倒したいは倒したい、うん、はい、ということで皆さん、高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします、はい、今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ、バイバイ。